ってたでしょ。なんかハンバーグがないとか言ってたけど。やばね、キャベツちょっと。ママ持った。何なんかも出してて。こっちで押さえて。なんかついたの、うん、大丈夫。さっきね、ガンってね、ここね、あ、ここにぶつけた。いや、これ下ろせばいいんだけどね。こういった、これあるからね、置けなくて。みんなこれおやつとかに食べてくれないと減らないんだけど。はい、あげようか。うん、切って。やるわけない。半分の半分ぐらい。わあ、すっごいチーズ出た。ドロー。すごい。それでいい？うん。初めて使うね。何よ？で、お椀ね。うん、大人気のお椀。うん。100均で売ってるからすごいね。あんまりこれぐらい深いやつ。とてもおすすめである。小さい子にはね、うん、こぼしにくい。まあすごいチーズ伸びて美味しそう。見た感じ美味しそうに取れてるよきっと。わかんないけど、ミラチーズ出てきた、うん、出てきた。なんかレオンすっごいトロンってなってるんだけど、ミラもトロンとしてる。うん、私も半分にしたらいいのかしら。うん、そうか。あ、てか半分にさ、最初のとこから出てきたじゃん。自分の声違うもん。なんでだ。鼻詰まってなくても鼻声なんだね。チーズがとろけてやばいことに。ね、すごい結構いっぱい入ってるね。チーズにご飯ちょ、うん、ご飯とチーズ、レオ好きだもんね。これのミートボールバージョンのやつのをおにぎりに入れるのにハマってたよね。最近全然やってないけど。ちょっとだけご飯減らしたんだけど、食欲ないからどうかな。増えてない人2名1名になります。1名手押さえてない。チーズと溶けるから、うん、ここに集まる。
イルチーズ増えた。こんなんだったっけ。なんか違う感じするよね。なんか書いてなかった気するんだけどね。きなこ餅。きなこ餅？え？きなこ餅？ないんだけど。餅のことじゃない。餅？ないよ。あ、これ？これお饅頭ね。餅じゃないよ。これもらったやつ。もらったものは全部もらったものがデザートです。年末年始たくさんもらうからね。助かるわ。母も開けたでしょ。ん？開けたら。うん、もう味見とかしたよ。これこっちも味見したし、もらった時に味見っていうか食べてなくて。一気に来年リクエストしようかな、うん、たい焼き屋さんのなんだっけな、あれな、美味しいのあったんだよね昔。また食べたいな。銀なんだっけ。銀じゃろ。違う、それそれお寿司の宅配寿司じゃない。銀の皿。違う違う。なんだったかな。たい焼きのなんかすごい美味しいのあったんだよね昔。銀のたい焼き。うん、なんかそんな感じの名前だった気がしたんだけど違ったかな。銀のたい焼き。銀のたい焼き。多分調べれば有名だからすぐ出てきそうだけど。来年リクエストしようかな。なんて入れるの？え、ここ。なんか羽田空港。たい焼きとか入れたら出てくるんじゃないかな。もう売ってないかもしれない。でも結構有名だったから売ってると思うんだよね。実は期間限定だった。分かんないけどさ、でもあれもしあったら来年頼もうかな。あと逆にいつもヒッキー東京のお土産を買ってきてくれるんだけど、あの北海道のさお土産って自分であまり買わないでしょ、うん、だから北海道か千歳空港で買ってきてって言うかな。それもいいよね。うん、まず買ってこなくても、まあね、買ってこなくても全然いいんだけど、でも母はいつも来たいしすごく楽しみにしてた。年末年始、うん、ね、YouTube でね、数字兄ちゃんの数字もマスコットみたいなのがあったんだ、うん、それさ、本当に書けるんだよ。やばくない？何の話する？急に違う話出てきたのか。うん、やめてくれるそれ。数字でしょ。急に違う話出せ、やめてくれる。本当に今違う話してるけど、戻ってくる、戻ってくる、戻ってくる、うん、数字の話なんだけど、もうさ、そのみんちゃんの数字がめっちゃ可愛かったんだよ。今日の動画大きいね。うん、いやな、めんどくさかったから。大きい数字多いね。ん？大きいし、大きい。あ、多い。大きいし、多いね。そう、なんか、それつきそうだよね。いやー、なんか、あれ、外食とかしたからさ、味噌汁は前作ってなかったからさ、賞味期限になっちゃってさ、明日だからさ、早くしようと思って。うわ、ペラペラになってきた。かわいい。時間食べれてない。さっきの見たけど。落ちちゃった。落ちた。あ、ちゃんとさ、まな板の上で切ればね、小さく切れるんだけど、手の上で適当に切ったけね、あんま細かく切れないんだよね。え？向こうでね。だからね、ここ来る前に噛んできなって言ってるでしょ。
冬だからかわかんないけどさ、やっぱりみんなさ寝る時間長くなってない？なんだママもさ朝はすごい起きなくなってきてさ、ね、未来レアだってさ別に学校幼稚園行ってるわけじゃないのにさ、行ってる時のぐらいさぐっすり寝るじゃん、うん、なんなら寝る時間足りないぐらいな感じじゃん朝、うん、母も眠たいんだすごい寝てる。なさ先生によくさ、ね、夜もっと早く寝てそれなら、あーこぼれるよな。9時に寝て7時に起きた全然で8時に寝て6時に起きるでさ、いいでしょ。それがいいんだけど、だって7時に起きたらさあなたは着替えていろいろしてご飯食べるの8時ぐらいになっててさ、全然もうお出かけもしないでさ午前中終わってさってなっちゃうじゃん、うん、午前中早くも午前中何にもできなくなっちゃうし、うん、それはあなたがダラダラとやるからですよ。ちま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 ちじゃないこれまんじゅうだからね、中にあんこ入ってるからね、ちょっとずつ食べて、バクって一口で食べないでよ、ちょっとずつ食べてよ、どうぞ、まんじゅう、ちょっとずつでよ、ちょびっとちょびっと見て、なんでこくつれんの？はい、じゃあ、じゃあ。おまんじゅうにはお茶だよね。うん、だね。もちゃんまだ味噌汁も飲んでないよ。あら、今日7食欲満点になってきてよかった。朝いっぱい残したのに。あ、冷たいよ。うん。どっちって冷たいの？冷凍してたから。冷凍普通にしてたらだって2、3日しかね、賞味期限ないから。みやのやつもね、明日半と朝食べるって言ったでしょ？もう今日賞味期限だから早くした方がいいかなと思って。でもね、賞味期限結構短いんだよ。そういうの。うん。だから冷凍したら1ヶ月ぐらいは。ん？あ、そうだね。賞味期限っていうのは美味しさがちょっと増すってだけだったね。うん。これをきれいに食べれたら、うん。ご飯。ね。うん。もち。もち。もちもち。もち。うん。いろいろもらってるからいろいろ食べないと。おいしい。気持ちもち。うん。かなりお腹いっぱいになってきてるでしょと思って、これ1枚にしようかなと思ったけどクッキー半分でしたから、きっとね多いんじゃないかな。ハンバーグ結構ボリュームあるよね。に味噌汁もたくさん溶けてたから、ねは？このこれ食べ終わったらこれスプーンで取ってね、それは自由に取って、ただバームクーヘン遅すぎないの欲しいけど、おいしい。でお箸は箸横向きに置いてね、ま、こっちの方がいい、ね、箸をこっちに置いた方がいい、それないの？何？これ。これ食べたいの？うん、あんこだよ。うん、あんこ。いい。食べたいならしたいでしょ。顔出してね、りょうさん。トイレに入りました、お父さん。実は。今夜中なのかな、父で言うと、それとも朝方のかな、
かったから普通の中でもなんでもないし5時半じゃないの？朝の？だから12時間半帯って何かも言ってるじゃあ朝の5時ね5時半でしょ、うん、これは何まんじゅうって言うでしょうか？もち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 まんじゅう、うん、欲しい全然熱くないよピンクと白っていうのがポイントです。お正月まんじゅう、うん、お正月のさ前の日の夜に歌とか歌ってる番組あるじゃん、うん、なんとか歌合戦紅白歌合戦だからなんだっけそのままやってんのか紅白まんじゅう紅白まんじゅう紅白まんじゅうね紅白歌合戦だよね白あったちっちゃいのあっ元気で切れちゃったちょっとまだお腹の治ってなかったか見て、あったさっきからなんですごい、すごいと思ってプチッするけどね。まだ今日はしてないよ。これからね。怖くない。でも今日休んでよ。いいよ。未来ティッシュある？ん？ティッシュ。アメリカコーナー。それか。ちょっとちょっといい。新しいのティッシュ。はい。今日一緒に寝ようって毎日一緒に寝てるでしょ。うわね。え、ちょっと今日休んでないでしょ？だから仕事でしょ？だからって何？何か関係あったっけ？だから。え？仕事の日だから。仕事の日も仕事じゃない日も一緒に寝てるじゃん。仕事がない日は別に一緒に寝ても大丈夫だけど。寝てるでしょ。変だね。ああ。いてもいなくても一緒に寝てるしもずっと。うん。そうね。うん。ああ。座ってる？なんか行ってくる？ごちそうさましてからきな。はい。ごちそうさましてから。こっち。バル。うん。あそこ？どうぞ。待ってるのね、みんな食べるのね。あっちうまい。そこですよね。みんなもごちそうさまするかそしたら父来そうだし。うん。誰すんの？ナナ。ナナ？うん。いただきますよ。ないよ。ごちそうさま言ってよ。そう。一回ごちそうさまして。やよ。ナナ言っていいよ。うん。